すみません。原さんはきっと周りの環境に敏感なんだと思いますよ。無意識に他人と一定の距離を取ろうとしてるんだと思います。金太郎さんですよね。私のこともっと大事にしてよ。私は夢のこと大事にしてるんだよ。旅行に行くことが大事にしてないってことなの？そんなに俺を信用できない？ひとみさんの言ってること分かるよ。原さんと話して本当に救われたんです。だから私も原さんを助けてあげたいんです。原さんは私のこと好きなの？僕は彼女に追いつこうと走った。きっとまだ間に合うはずだ。手と足の感覚がいつもと違うように思えた。その時僕は彼女の背中へ声をかけた。ひとみさん、